リズ・マクラーノンリズ・マクラーノンはイギリスのリバプール出身の歌手。女性3人によるグループアトミック・キプンのメンバー。2001年まで長年付き合っていた男性と離婚。2007年3月にスーン・ジ・シティ・ AFC 所属のサッカー選手リート・トランドルと再婚した。歌うことが幼い頃から大好きであったが自身は歌手になるとは一切思わなかった。 高校卒業後、法律の勉強をしたかったが、音楽の先生がマクラーノンの歌声に感銘を受け、オーケストラルマヌーバーズ・イン・ザ・ダークのメンバー、アンディ・マクラスキーがしていたオーディションを受けるように進めた。また、マクラスキー自身も女性グループを作ろうとしていた。1997年に、マクラスキーの元、マクラーノンを含む3人で、アトミック・キトゥンを結成するが、結成当初のメンバーである。 マクラーノン以外の二人は脱退した。また、マクラーノーンは作詞でも有名である。アトミック・キトゥンは現在に至るまで約800万枚を売り上げたとされ、リリースするシングルはほとんどチャートで世界中でトップ40にランクインする。アトミック・キトゥンの活動を休止している間、マクラーノンはソロ活動を始め EMI とレーベル契約を結ぶ。2006年2月13日に、 バーブラストライサンドの代表曲、ウーマン・イン・ラブをカバーしてリリース。この曲はビージーズのメンバー、ロビン・ギブによって歌詞が少し変更されている。また、ミュージックビデオはマクラーノンが住むマンハッタンをモチーフとしているが、実際は彼女の故郷であるリバプールで撮影された。UK チャートで最高5位を記録し、世界トップ100チャートでは33位をマークした。 発売してから半年以上経った2006年10月22日には、スペインで16位を記録した。ありがとうございます。